質問は、幹部領事教には何が教えられていますかと。これはやっぱり私たちに大いに関係があるんですね、大いに関係があります。結局これは何、これ念仏しなさいっていうことを言いたいんですか、最終的には。最終的には善をしなさいってことです。善をしなさい、はい。それは誰が聞いてもそれが結論、誰が聞いてもそうです。善をしなさい、幹部領事教には何が教えられているんですかっていうと、善が教えられてるんです。上善三善、上善と三善が教えられてる。でもなんかよく聞くのは、表向きには上善を強調しているように聞こえるけど、そんなのできるわけがないので上善に参加とか、できるわけがないので、結局そのままだって、そのまま取ったら上善ってあのまま受け取ったらできないじゃないですか。13か上善はできるかっていうと、できません、できないから。それはそれは無視しちゃっていいの？上善っていうのはですね、普通は他力の人がやる善だからです。そしたらそこは関係ないと思っていた。関係ないです、関係ないですけど、だけどその他力、つまり阿弥陀仏に救われてなくてもやっていくことができるんです。13個の瞑想みたいなのか、救われてなくても13個の瞑想、そうです。その13個の瞑想の細かい内容は全部分かってるわけじゃないけど、できる、できる。それやらないといけないの？やらないといけません、私も。はい。何のために、何のため、何のためかというと、それは幸せになるためです、幸せになるための方法は、はい、善を、官僚授業に説かれている善をするしかない。はい。そうすると今の私には何が必要なのかを、それはその官僚授業の中の中の日相観だけでいいです。目を閉じても開いてもっていうやつ。そうです。それはどういうことですか？日相観っていうのはですね、西に沈む夕日をずっと見続けるんです。そうすると太陽が沈んだ後も太陽の残像が目に残りますよね、目に残る。で、目を開いても目を閉じてもその残像が残り続けるように、仏法のことを心から忘れないようにすることが日相観なんです。心から忘れないように。そう、仏法のこと、いつも仏法のことを思い続けていく、いけるようにすることが日相観なんです。じゃあそれね、今聞いてると難しい感じがするけど、例えばその日々の暮らしの中で、まあ、自分に都合の悪いことが起きて、はい、まあ、普通はね、人を責める心が起きるじゃないです
か、あの人のこのことしなければ、はい、いやいやでもそうではなくって苦しみの原因っていうのは必ず自分の中にあるから、そのことを忘れないでどんな時も自分に原因を見つけていこうとか、そういうことで。そうです。だからいつも仏様ならばっていうことです。仏様ならばどうされるかなっていうふうに思うことなんですよ。だから観無量寿経の結論は念仏になるんです。念仏って南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていうことじゃないんですよ。仏様のことを念じ続けることなんです。そうなんです。仏様だったらどうだろうかとか、私がその時上田さんとお話ができなくても、うん、上田さんだったらこんなふうに言うかなとか、まあ、もちろん後で確認してもいいでしょうけど、そういうふうに思う。そうです、うん、だから人生のいろんな場面においてね、何かにぶつかった時に、ああ仏様だったらどうされるかな。小さいことでもぶつかってばっかりなわけですよ、普段からね、仕事は。はい、でこっからちょっとまあ話がそういうかどうかわからないですけど、今だいぶ職場で問題が起きていて、前回のこととは別に私の他に7人のケアワーカーがいるんです。はい、でそのまあ男性が1人いるので、その男性はまあ関係ないとして、あとの6人の中で1人介護のリーダーっていうのがいるんですけど、ケアマネージャーも兼ねていて、その人が厳しすぎて、ここのメンバーがだいぶ不満を抱えているっていう状況なんです。で、なんかね、私、全然ね、あそこにいる意味がないみたいで、私、一応、施設長なんですけど、誰も私には聞いてこないんですよ、これに関して、こうしていいですかとか。全部、今はケアマネージャーの力が強く、全く私なんていてもいなくても一緒の感じって言ってるんですけど、そのことは別に気にはなってないんですけど、この場合私はどう関わっても何とかしてくださいって言ってくるわけでもなく、みんなは道は言ってくるんです私、はい、でも溝上さんはどう思いますかとか、何とかしてくださいっていう話にはならない。でただただあの人は、まあ、文句ですね、ケアマネーのあの人がこの人はあの人がこうであれっていうふうに散々言うんですけど、私はどう振る舞ったらいいのかなと。それは、その結局ですね、直してほしいわけじゃないんです。聞いてほしいだけじゃん。そうなんです。じゃあそれに対して、あ、そう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 。だからといって直してほしいわけじゃないんです。何か問題を対処してほしいわけじゃないんです。自分の起きてきた愚痴とか不満を聞いてほしいんです。何にも解決しなくてもいい。じゃあ、いや、それが解決なんです。聞くことだけが、そう、聞くことが解決なんです。じゃあその特別言ってこなくても最近どうって聞くことは聞いた方がいい。そう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 。でその愚痴を吐いてもらう。あ、そうなったんだ、それは大変だったね、うん、それでいいのか。それでいいんです、うん、それが問題の解決なんです。でもそのなんとなく空気が悪くてもほっといていいんじゃん。空気が悪かったらその愚痴が溜まってるってことなんです、うん、それはじゃあ積極的に聞いて、そうそうそう、どうって聞いて出してもらうことが、そうです、うん、はい、それが、まあ、善ですか。そうです、うん、だから別に解決を求めてるわけじゃないんです、うん、たまった不満、たまった愚痴を聞いてほしいだけなんです。でもそれね、その別に私に聞いてほしいとかっていう感じでもないから、どうなんでしょう、そのお互い。いや、私に聞いてほしいんじゃなくて、聞いてくれる人なんていないんです、世の中に。うちを？そうです。そうかな。
いないです。お互いに言い合ってはいいみたいだけどね。お互いに言い合ってるのは、お互いにね、汚れを吐き出してるから楽になってないです。溜まってる、愚痴が溜まってる人同士で言い合っても楽にならないんです。じゃあ、空気が悪いな、みんなが不満を溜めてきてるなと思ったら、はい、声をかけて聞くことが善だし、はい、他の職場の立場でもそれでいいってこと。そうそうそう、特に女性ってね、アドバイスを求めてないことが多いんですよ。自分はどうしなければならないかってことが分かってるんですって。分かってる。よくあるじゃないですか、昔あの本にね、地図の読めない、女と話の聞かない男っていう、そういう本があってね、で女性がね、ねえねえ聞いてよ、こうで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 こうなのよとかって言うとね、男性がじゃあこうしたらいいじゃないかって解決の方法を言おうとするんです。そうすると女性がそんなことね、別にね、言ってほしくないってなる。それは女性から男性のケースだけじゃないの？そうそうそう、女性っていうのは自分がどうしなければならないかっていうのはもう自分で答えを持ってるんです。今その職場で愚痴を言ってる、そのリーダーに対して愚痴を言ってる人はどういう答えを持ってます？ああ、やっぱりちゃんと仕事をするしかないと。あ、じゃあまあリーダーでも正しいみたいな感じかな。そうそうそう、文句を言わずにちゃんと仕事をするのがいいって分かってるんです。だけど分かっちゃいるけど愚痴が溜まってるんです。それを聞いてほしいだけなんです。え、愚痴とは私もよく言いますけど、それって溜まるのは仕方がない。溜まるのはね、仕方がないわけじゃないけど、でもそれは溜まらないっていうのはね、もう菩薩の領域なんです。溜まっても当然。そう、溜まるのは当然です。それを、まあ、今言われるようにそれを強調してとか、なんか期待されてるような感じもしないから、はい、そこなんですかね。そうそうそう、期待されてるわけじゃなくて、ただ聞いてほしいだけなんです。これは私が頼りないからとかじゃ関係ないです。頼りないからじゃなくて、この問題はあなたには関係ないからと思ってるんです。関係ないんだ。関係ない、そう、関係ないと思ってるんです。関係ないことで責めたくないんですよ。なんで関係ないのかな、こんな小さいところでね。なんで私だけそうやって排除されるの。おかしいと思って、ありがたいことにね、そのないがしろにされてるんだと思うんです。思うけど、そのことが苦しみにはなってないんです、実際。それはそのリーダーが一心にこうみんなの反感を買ってるから、自分に関係ないからないがしろされても平気なのか、でも少しでも我が薄くなったからなのか。いや、だからそのあんまりそのとらわれてないんですよ。その人から認めてもらいたいと思ってないんです。その人たちから。はい、まあな、まあ、私とそのリーダーの関係もそれほどいいわけではないので、さっき私の中に悪人を見るとホッとするって姉が言いましたけど、それはその攻撃されてるリーダーケアブルのことをざまあるだと思わないのって言ったので、もうそれを少しは思うよって言ったら、それで安心したので。まあでも実際そのケアブルさんがちょっと厳しすぎるというか、正義感が強いんです。でそのことで私ともあまりうまくいかない時もあるので、まあ、ざまあ見ろというか、そういう気持ちもないわけではないけど、自分は完全にこの問題に関して完全に論外な。そうそうそう、でもそのキアマネさんをね、うん、の味方になるとみんなが敵になってきます。これはまた難しい。味方にはなってないけど。だから、あ、困った人もいるよねぐらいな感じで置いとくぐらいがちょうどいいんです。それは善なんです。はい、じゃ
その日相関以下の12個はまあ関係がないよね。日相関ができるようになるとね、その今度水相関っていうのはその私たちは仏法からそれた考えをするときがあるんですね。それが濁った考えなんです。濁った考えを浄化していつも仏法ではどうかな、できるかどうかは別としてね、仏様ならどうされるかなっていうことがいつも煩悩によってごまかされずに見ることができるようになったのが水相観なんです。その日相観水相観ってずっとやっていくことも念仏と一緒だ。そう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 、結局はじゃあ念仏。そう、結局は念仏なんです。言いたかったね。はい、だから官無量寿光の結論は念仏になるわけです。だけどやってるのは善なんです。でも善をするには何が善で何が悪かがわからないと善ができないんです。その善悪の基準をいつも保ち続けていくのが官無量寿光で大事なんです。基準を保ち続けていく、そう、何が善で何が悪かをこう変えないってことです。どんな時も変えなくてできない時はできない。そうそうそう、基準はこれだっていうことを触れないようにしよう。はい、今日ね、もう一つ質問考えてたんですけど、それも全然大したことじゃなかったから。でこの官無量寿経と偽情っていうのはま関係ない話。官無量寿経と偽情とすごい関係があります。官無量寿経で善をやろうとするとね、善悪の基準を変えちゃうんです、私たちは。善悪の基準を変えるのは自分を善に置くため。そう、それは悪人になりたくないから。悪人になりたくないのは異常があるからなんです。異常は誰でもありますよね。はい、でそれはその人が置かれている状況によっても違うと思うんですけど、その今現在置かれている状況によっても異常が強い時もあれば、そうじゃない時もあるのかなと思うんですか。異常っていうのはですね、正義感が強ければ強いほど強くなります。悪を責める心が強くなればなるほど強くなります。私はでも強い方です。強い方ですかって言ったら強かった過去、はい、だいぶ弱くなった。まあ関係はあるのか。まあで日々問題にぶつかるんですけれども、そういう時に仏教ではどう考えるかとか、仏様だったらとかとか、はい、目指すまで聞いたら何て言われるかなとか、はい、こんな風に考えることを忘れないようにし、そうそうそう、それが日相観なんです。これでもすぐ自分の考えにやっぱ囚われますから、はい、やっぱりあいつは悪いんじゃないかとかね、いますからね、いろいろ。そうならないようにするには常に聴聞してればいい。そうです、だから聴聞が大事になるんです、うん。お寺の聴聞は聴聞にならない。お寺の聴聞では善悪を教えてくれないんです。だからお寺の聴聞は趣味生きがいなんです。いいです、それで。ね、だから悪いと言ってるんですよ、趣味生きがいなんです。別に悪いからやめとけと言われないでしょうけど、暇なんでね、私ね、あ、自分が好きだから。あ、そうそうそう、そうね、歴史オタクみたいな感じなんです。ね、鉄オタと一緒なんです。それだけみたいに思われるのもなんかちょっとね、一生懸命な方もおられると思うので。うん。じゃあまあとりあえず今日はその、まあ、お経の話から始まったんだけれど、いつもそういうことを
忘れないように、はい、人を責めたり自分を責めたりじゃなくて仏教ではどう考えるのかなっていう、はい、なことを心がけるということで、そうです、できるかどうか知らないです、うん、分かりました、はい、ちょっとあの、はい、さっきね、その昔のあの書籍で地図が読めないような話につかない男の話が出たんですけども、はい、なんでね、男性ってね、すぐアドバイス、あのなんていうの、従う、ここを解決策を示すんでしょう、早く終わらせたいからです、それ自体はね、その付き合うことを早く終わらせたいんです、いや、それはやっぱりご飯作ってほしいとか作ってないらしい、その女性と楽しい話をするのが好きなんですよ、うん、楽しい、なんかこうイチャイチャするのが好きなんです、え、でもなんか困ったこととか悩んでることとか、うん、真剣なのはめんどくさい、いや、めんどくさくないんですよ、それをこう鮮やかに解決して、わあ素晴らしい、かっこいいって言ってほしいだけなんです。そのなんていうの、付き合うこと自体がもうそのね、わからないんですよ。その男には時間の無駄だと思っちゃうんです。その延々と愚痴を吐いてくるじゃないですか。ああそうだね、そうだね、そうだね。これをね、楽しみだと思えるぐらいの境地にならないとダメなんですよ。でもそれはね、その例えば姉がその人を使ってよ、上田さんからアドバイスを受けたらできないとかだよね、うん、その本人にやる気がないかもしれないけど、うん、できないこともない、いやだから、あ、分かってないんですよ、こういうことを早く終わらせてあげることがいいことなんだと思ってるんです、うん、鮮やかに、じゃあこうしたらいいんだよって、あ、そうだったの、そうすればよかったねみたいなね、そういうのを期待してるんですよ。ただその延々と続くその愚痴話みたいなものをね、ああ、この話って楽しいなっていうふうに聞いてくれるようにならないとダメなんです、なかなか無理ですね、相手が誰でも難しい、うん、いや僕は好きですよ、そういう話をそれを付き合うこと自体が楽しみですから、でも普通の人はそういう考えじゃないわけです、うん、つまりそれは相手の気持ちが分かるから、あ、付き合ってほしいんだなっていうのが分かったから、だから相手の気持ちを満たしてあげたいだけだからね、それがその自分の思ってることと違ってるだけなんです、うん、じゃあ私もみんなの話をうんって聞いてればいい、そう付き合っての解決策を出すで、ついやっぱり解決策を出したいと思いますけども、そうではなくて、そうね、そうね、時間を取って聞けばいい、そう、ただ時間を取ってほしいんですよ、そうします、はい、もう一つちょっといいですかね、さっきの妹がね、何でもその施設内で起きたことを自分は蚊帳の外でそのリーダーさんとの話で決まっちゃうって言ってて、今前から常に言ってるんですけど、それが別に自分がないがしろにされてってならないって言った時に、それはその人に認められたいと思ってないからですよってさっき上田さんおっしゃったんですけど、はい、妹はその不特定多数の人に認めてもらいたいっていう気持ちが、まあ、薄れてきたっていう、そうです、はい、そうなんや、だから別にその人たちから認めてもらえなくても、うん、その人たちは自分のことあんまり知らないしね、知らない人から認めてもらってもしょうがないからぐらいに思ってるってことですね、まあ、妹は誰に認め、妹だったら特定は誰なんですかね、特定って言ったらお姉さんか僕かとか、偽情っていうのはね、全知識がいないと思って疑う心です。この全知識っていうのは僕のことを指すんじゃなくて、自分のことを見捨てない人のことを全知識です。だからこのように全知識なんていないんだと思ってる心が偽情なんです。自分を見捨てないような人なんていないと思っているのが偽情、そう、
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。